はい。みなさん、こんばんは。こんにちは。元、公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。皆様、いかがお過ごしでしょうかということで、相変わらず暖かいですね、えー。3月のですね、気温がですね、全国的に見て非常に記録的な高温だったみたいですね。えーまあ、3月の後半はですね、非常に暖かかったですし、まあ、20度も超えてた、ね、日もありましたので、 いや本当に暖かいなという感じですけども、まあ、4月も引き続き暖かいという感じでね、まあ、週の後半はねちょっと天気が悪いというところで、まあ、木曜日かな木曜日と金曜日から、ね、ちょっと雨模様なんですけどももうちょっと桜も散ってしまうかなとい、えー、ったところですかねということで、えー、今日のお話はですね、えー、3月末頃にですね、えー、WHO からですね新型コロナワクチンに関するですね新しい指針というのが、えー、出ましたよね。 でその指針何なのかというとです、ねえー、健康な成人のワクチン追加接種2回以降推奨せずと。 いうことでまあ、指針の見直しが行われたわけなんですけどもお60歳未満,未満の健康な成人基礎疾患のある子どもで追加接種は1回までを推奨するとしたということと2回目以降の追加接種については害はないが公衆衛生上の有益性はごくわずかだとして、まあ、推奨しないということを言って おります、まあ推奨しないっていうことでまあ、ワクチンそのものの効果はまああるよみたいな感じで、えー、なんか無理やりなんかストライクに入れてきたみたいな感じですけどもまあ基本的にまあ何回もね 4, 4回5回とか6回とか打ってると思いますよねだからそんなに追加接種せんでもいいよっていうねなんで今言うねんみたいなねうんそんな感じはしておりますけどもね新指針が出たので、えー、まあ今までね皆さんその。 ワクチンじゃなくて新型コロナがね、まあ、怖い怖いということでワクチンが一番ね、えー、その感染予防として効果的なんだっていうことでねもう日本国もう政府がね、えー、もう本当にもう政府がもう盛り上げてというかもうワクチン打ちましょう打ちましょうみたいなねそんなキャンペーンを打ってきましたけどもね、えー、あのね有名なね、あのー、ブロック太郎さんブロック太郎さんもねもう本当にワクチン推進推進でやってましたけども。 なので、えー、言ってましたけど、えー、追加接種も必要ないよっていうねことが出ちゃったわけです。はい、これこれどうですかいやいや今まで信じてたのに何やねんみたいなことやと思いませんでもまあ,あの私のね、まあ、配信をもう前からもう2年以上前からね えーまあ、2年以上前っていうか2年前以上もやってないか、まあ、2年ぐらい前からね、えー、ずっと聞いている方はですね、まあ、私が新型コロナワクチンや新型コロナウイルスに対しての、まあ、見解のいろいろの配信いろいろしましたけど、まあ、一貫してたのはちょっと懐疑的だった、うん、そんな感じを受け取ったと思います、まあ、基本的にまあ今でも懐疑的なんですけど、うん、だから 非常にリスクがあるよっていうことも言ってきたしでもそのまあ半枠じゃないので基本的に私は半枠じゃないけど、うん、ワクチンのちょっとリスクとか、まあ、そういったデメリットとかも、まあ、配信しておりましたし、うん、やってたんですけどやっぱり私が思ってたことっていうのがうんいやなんか本当に現実になってきたなっていう感じが、うん、なんか別にマウント取るわけじゃないですけどやっぱりいろいろ勉強したし、えー、ワクチンについていろいろまあ本読んだりとか。 ネットの情報を調べたりとか、まああの、ウイルスについてもね、いろいろ勉強してきた中で、やっぱりその通りになってきたなっていうのはちょっと、まあ、思っております。はい。で、このね、新型コロナ、えー、ワクチンなんですけども、まあ、メッセンジャー RNA ワクチン、遺伝子ワクチンとか、えー、GM ワクチンっていう呼ばれるものなんですけどもお、これですね、もうはっきり言って、ワクチンじゃないんですよ。うん、新型コロナワクチンは、 ワクチンでではないです、はい、で従来のワクチンというのは、まあ、病原体を入れて、まあ、それに対する免疫を、まあ、刺激する方法だったんですけども今回の新型コロナ遺伝子ワクチンはですね、えー、我々のね、まあ、遺伝子に病原性のある遺伝子を注入するもので私たちの体自身で病原体を産生する設計になっているんですよ。うん なのであのインフルエンザワクチンとかね、まあ、その百日咳とかジフテリアとかあと何ですか日本農園とかたくさんのねワクチンをまあ幼少期に売ってると思うんだけどそれは不活性化ワクチンでそれぞれの病原体が不,不活性化したものなので病原体を失った細胞の膜とかタンパク質を入れ込んで 無理やり炎症を起こしてですね免疫反応を高めて抗体を作るみたいなのがまあワクチンだし、まあ、ジェンナー、まあ、ワクチンを作った人ですけどもそれもまあ同じようなメカニズムで作ったんですけど、まあ、ワクチンそのもの自体が効かないんですけどね、うん、でそういったものが従来のワクチンだったんだけどこの今回の新型コロナ遺伝子ワクチンはメッセンジャー RNA をまあ打つんですねでまあこれちょっと難しい話になるんですけど、まあ、我々って DNA ありますよね、まあ、DNA は えー、我々まあ染色体があってその染色体の構成成分が DNA なんですね。まあ、DNA のタンパク質なんだけどまあそれをちょっと置いといて、まあ、DNA っていうことにしましょう。で我々まあ染色体46本持っております。で父オスから23本父から23本メス母から23本もらって46本持ってるんですね。うん、で,でその46本持ってるんだけどまあまあ例えるならば。 え母親から23巻本で23巻セットもらいました父からも23巻をもらいました。 で、えー、ナンバー1からナンバーま22まであって1本は性染色体って言って性別を決める染色体なんだけどまあ大きさによってナンバリングされてるんですよなので父のの番番と母の1番はもう全く一緒なんですねまあ遺伝子配列がちょっとまあそれぞれちょっと違うんだけどまあまあ一緒の一貫なんですよ同じ種類同じスパイファミリー同じスパイファミリーなんですよ 母譲りのスパイファミリー1巻と父譲りのスパイファミリー1巻なんですよ。うん、でこのその DNA が、まあ、一本同じやつ持っててそれ相同染色体って言うんですけどそれが例えばスパイファミリー1巻の15ページにでんぷんを分解するアミラーゼっていう酵素を作るレシピが書いてあると。うん で、その時に、じゃあ、この、これを作りたいってなった時に、その DNA、要は、要は DNA 文字みたいなもんです。染色体は本で、DNA は文字だと思ってください。で、15ページのアミラーゼを作る設計図 DNA があって、それをアミラーゼ作るときには、そのページだけ欲しいんですよ。そのページ、にスパイファミリー一巻いらんけど、アミラーゼだけちょっと除大みたいな。うん。なんか、 アーニャの可愛いい部分だだけちょうだいみたいなそんな感じでそれをコピーしてコピーしたものがメッセンジャー RNA っていうんですねでそのメッセンジャー RNA が核の外に出ていきましたじゃあこのアミラーゼの設計図要はメッセンジャー RNA を今度はまあ塩基配列って言って A と T と G と C など、まあ、そこはまあまあそんな詳しい話はいいですわその配列があってその DNA の並びを まあ詳しく言えば RNA だけどその並びをじゃあ今度はアミノ酸に置き換えましょうっていうような感じなんですねこれを読み替えるみたいなそれを翻訳っていうんですけどでアミノ酸に読み替えてそのアミノ酸がいろんな形を持つことによりタンパク質ができるっていうのがこの遺伝子の流れなんですねこれはあの酵素とかタンパク質を作るための流れなんですねでそのメッセンジャー RNA っていうものを 要は新型コロナウイルスを作る設計図が入ったものをわざわざ血管の中に入れて自分の体内に入れ自分の遺伝子を使い作り出したものが今回の新型コロナワクチンの流れな,んですねなので遺伝子の自分の遺伝子を使ってその要はタンパク質を作る流れまそれはセントラルドグマって言うんだけどそれをですね わわざわざ自分の体の体中ででやってるんですよ他から入れた遺伝子を。ということはですね自分の遺伝子私はこれはないと思ってたんだけどそのスウェーデンの論文だったんですけど自分の遺伝子に入ってってその自分の遺伝子を噛み組み替えちゃうみたいな15ページのアミラーゼの設計図が入ってたのになんか違うタンパク質のレシピが入ってるんだけどみたいなね。うん、だからスパイファミリーやったのになんか途中 ページ、ドラゴンボールになってるんだけど、みたいな状態になっちゃうわけですよ。これを何回も何回もやってると。で、それでまあ遺伝子組み替えちゃって変わっちゃうっていう意味で、ワクチンではなくて、遺伝子を変えちゃうものなんですね。そもそもの、その作りそのものが。うん。えー、なのでですね、遺伝子変わっちゃうからですね、これワクチンではなく、 もうなんていうかなてか病原体自己賛成の医療危機器みたいな状態になってるわけなんですよ。でそれぐらいまあリスクがありますし、でそもそもねえモ,デルナモデルナのホームページにですねね、えー、このね、えー、新型コロナウイルスはですね、まあ、オペレーションシステムだと。 うん、えー、っていう風に言われてます。遺伝子新型コロナ遺伝子ワクチンオペレーションシステムであるということでまあはっきりねその予防とかそんなの,の言ってないんですよ。でしかもねその重症化を防ぐとか感染を防ぐっていうエビデンスもありませんし、唯一エビデンスがあるというならば短期間で、えー、死亡とか重症例を短期間で出すことぐらいのエビデンスはあります。もう正直ねうんもうここまでもう分かってきたからねうんそうなのでうんまあこの WHO はもうそろそろね 訴訟とか起こされるし、まあ普通に、あのファイザーの社長とか普通に訴えられてますからね、もうビル・ゲイツとかもめちゃくちゃ国際裁判とかにかけられてますけども、まあ彼らはスッと逃げましたけどもね、うん、っていうぐらいね、非常にリスクのあるものだったということで、まあそれをですね、まあ、うん、なんだろうな、みんな、 そこまでは調べないしやっぱりテレビとか、えー、政府が勧めてるからやっぱり安全だと思うし何も問題ないと思っちゃいますよねうん。でもやっぱそこはちょっと常識なんだけどその常識を疑うっていうかもうちょっと科学の目で見ないといけないよねっていうところなんですねまあ、そういったことを科学の目とか科学の思考力を鍛えるとなんかこう進められてることここなんかおかしいない 大多数の人はみんな賛成してるかもしんないけどここちょっとなんかリスクあるよねっていうちょっと気づきみたいなのがちょっとないとですねもう今後その右から左に受け流すじゃないですけど、まあ、ちゃんと上から来たものをね何もその疑わない。 ことなくやってしまうと大変なことになってしまいますよという感じですね。うん。なので、超過死亡者数も日本人めちゃめちゃ増えてますし、それが全てワクチンのせいっては言えないし、それはそこまでは言えないけども、やっぱりこういった危険性のあるものっていうものをちゃんと理解した上で、えー、やった方がいいかなと思うんですよね。まあ確かにそのワクチン必要な方もいらっしゃいますし、まあいるんだけど、 やはりちょっとなんか怪しかったよねっていうのが、まあ、今回のコロナワクチン、コロナウイルス騒動なのかなと思いますので、えー、なので、しっかりね、よく考えて、今後行動しないとですね、まあ、いけない世の中になってしまったなという感じですかね、ということでね、うんまあ、今回はですね、えー、まあコロナワクチンウイルス、ウイルスについてね、ちょっとお話をいたしましたということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様、さよなら、バイバイ。